具体的なエピソードの中からその人の人生に関連するその自分軸のヒントみたいなね、エッセンスって呼んでるものを見つけるっていうこと、まあ昨日もやったじゃないですか。であれ何かって言ったらね、皆さん昨日体験したのと同じようなことですけど、うちに原純一郎っていう人がいますね。メルマガ編集長をやってる原純一郎、原純一郎に子供時代のワクワク体験のことを聞いたら、彼は何が楽しかったかって言ったらダンゴムシを見つけるのが楽しかったというわけ。何が楽しかったの？ダンゴムシ。ダンゴムシとにかくなんかつつくと丸々から楽しいんだって、こういうわけですよ。で一人でダンゴムシつついてたんだって。あ、そうなんだ。それが何が良かったの？いや、ダンゴムシつついたら丸々から良かったのかなってこういうわけだよね。どうする？それをどう人生のヒントに使いますか？今からなんかどっかの公園の片隅にでも行ってダンゴムシ掘る？いい大人が。でそれはコーチングがやりたいことじゃないんですよ。だからもっと具体的なエピソードを聞くわけで、具体的なエピソードを聞けば聞くほどその中から要はなんか素材がいっぱいあるとかね、出汁がいっぱい、あ、まあ、素材がいっぱいあるからそこからいい出汁が出てくるわけで、だからそこはあんまりよくわからない。具体的にその素材がいっぱいないところで何かそこからエッセンス抽出しようと思ってもできないから、だからどうするか具体的な話聞くわけ。じゃあ順教えてって、ダンゴムシどんな風に遊んでたのって、いや片隅で遊んでた、あ、そうなんだ、片隅で誰と、一人で、あ、そうなんだ、一人でどんな風にしてたって、まずほじくり返すんだとかなんか始まるわけでね。で見つけたらこうついてるんだ、あ、そうするとどうなんのって、丸々、そうするとどうなんので、また他の丸からなんかこう何匹かでこうやってやってるって、そうするとどうなんのって言った時に彼が、あーって言ったんですよ。あ、そうだって思い出しましたって、どうなの、それやってると友達が走ってくるんだって、ジュン何やってんのって言われるんだって。でジュン何やってんのって言われて、ダンゴムシだよって言ったらみんながわーってダンゴムシだって集まってくるんだって。それが楽しかったんだって。だからダンゴムシが楽しかったと勘違いしてたけど、よくよく思い出してみたらダンゴムシで遊んでたらみんなが集まってきてくれて、みんなでダンゴムシついて遊んだのが楽しかったんだって。でそれの何が良かったのって聞くわけ。いや、みんなで遊ぶって、それの何が良かったのってしつこく聞いてったら、彼の中から出てきたのが、あ、そうだ、なんか面白いものを見つけて、でみんながそれに集まってきてくれて、みんなで楽しめるっていうのが良かったんだっていうわけで、それが彼のエッセンスなんですよ。でそうなったら別にどっかの隅っこでダンゴムシ見つけなくてもいいわけですよ。なんか自分が本当に夢中になれることをどうやって人と共有できるか、人と一緒に楽しめるかっていうのが彼の人生の中で重要な価値観なわけだから、そうしたらダンゴムシと遊ぶ以外にもいろんなことができるわけ。それは仕事にも応用できるわけ。仕事でどうしたらメルマガでもっとコーチングの楽しさをいろんな人に共有して楽しんでもらえるのかっていうのも彼がやりたいことだし、どうしたら奥さんと一緒に楽しいことをもっと共有しながら一緒にやっていけるのかっていうのもそうだし、そうでしょ。でそれがエッセンスなんですよ。でだから具体的なエピソードを具体的に具体的に聞いて、そこからいくつもエッセンスを見つけてくるわけ。子供時代の充実だったりワクワクだったりね、好きな場所だったり好きな時だったり好きな五感だったり何でもいいんですよ。その関連するエピソードの中から、自分の心が動いたエピソードの中から、自分らしさだとか自分が大切にしたいエッセンスをいくつも探してきて、でそれを組み合わせながら、どんな風な仕事ができたらとか、どんな風な日常が生きられたら自分は幸せなんだろうかっていうヒントを集めてきて、つなぎ合わせて自分の未来の絵を作る。それが昨日やったことじゃないですかね。朝からで、まあ、朝は講義聞いたと思うけど、その後ねいろんなワクワクの種をこう見つけながら、であこれが自分らしさだ自分らしさだっていっぱい見つけて、で、で会社でもね過去どうだったとか、これまで人間関係どうだったなんだとかやったりとかってしながら、で将来どうなったらいいのってやったりしながら、そういうふうに自分の人生の中で大切なことをいろんな局面で探していって、で3週間後の死ですよね。で3週間で死ぬとしたら本当に何やりたいんだろうって、普通は死ぬ間際のことなんか考えないけど、考えないからこそコーチはそういうことを考えるわけですよ、一緒に。でそういうことを考えながら、そうか、人生の中でやっぱりやりたいことこれなんだ、妥協したくないことこれなんだとか、あ、今までないがしろにしちゃってたけど大切にしたいことこれなんだ、気がついて、そういう自分のヒントをつなぎ合わせながら、じゃあどんな未来になったらいいのとか、まず今何から始めたいのっていうのを一緒に考えていくっていうことね。目線切り替えマップの中でいろんなところからいろんな素材を掘り起こして、でそこからエッセンスを抽出して、でつなぎ合わせて未来どんなふうになったらいいかって考えて、そこに向かって何ができそうっていうのを考えるのがコーチングだっていうことを昨日1日かけてやってるわけです。でそれだけだから、でそれだけだから、あとは自分で工夫しながらクライアントさんと一緒に、仕事関連だったらさ、子供時代のダンゴムシの話聞いてもあんまり役に立ちそうもないじゃないですか。だから現職質問集みたいに、じゃあなんでこの会社入ったのってきっかけ聞いたりとか、で過去のこと聞いてるでしょ、きっかけ聞いたりとか、で過去もプラスマイナス良かったこととかね、良くなかったこととかいろいろ聞くわけですよね。で仕事で業務で楽しかったこと楽しくなかったこととかね、得意苦手だったこと、人間関係で得意苦手で良かった良くなかった、そういうことを聞きながら過去のことをだんだん棚卸ししてって、自分が大切にしたいこと避けたいことを明らかにして、でじゃあ未来どうなったらいいのって、それをつなぎ合わせながら作ってるってことですよね。
それやってるだけなんです。だから発見と言われても何も難しくなくて、過去のプラスマイナスを具体的なエピソードを聞きながら、自分がこだわりたいところ、大切にしたいところ、避けたいところのヒントを見つけて、つなぎ合わせて、どんな未来だったらいいの、そこに向けて何をやってったらそこに少しでも寄ってきそうなのっていうことをやってるだけだってことです。もう舞台裏はそれしかないっていうことです。それが発見ですよね。そしてそこに向かって、自分らしいやり方じゃなかったら挫折しちゃうから、うまくやれるのってどんなやり方なのを自分の過去のうまくいった時、うまくいかなかった時から学んだり、うまくやってる人、うまくやれてない人から学んだりしながらで、何か実験を始めていくっていうのが実現するためのコーチングで、要は解決する時も発見する時も実現する時もこの目線切り替えマップの中をうろうろしてるだけなんです。で、前回それも学びました。で、今回皆さんに学んでもらいたいというか、昨日と今日とのことを通じて理解してもらいたいのは、この目線切り替えマップを移動しながら、要は心が動いたエピソードとかねっていうのについて具体的に聞いて、具体的に何が現場で起こってたのかっていうことを聞いて、そこの中から自分らしさのヒントとかエッセンスを見つけてくる。で、それをつなぎ合わせていくっていうことをやるから、本人が納得感のあるなんか自分の人生のヒントが見つかるってことです。なので具体的に話を聞くっていうことをやりましょうねというのがね、昨日も今日もお伝えしていることです。